今回の一件で世界は緩やかに狂い始めた。俺にはお前が考えていることなどわからない。だが、あの幻想殺しを利用するというなら覚悟しろ。生半可な信念で立ち向かえば、あの右手はお前の幻想を食い殺すぞ。こうだ！そう、7月19日私の名前はインデックスって言うんだよ。インデックス？楽しそうだよね。本当に楽しそうだ。僕たちは一体いつまであれを引き裂き続ければいいのかな。お前、ここを出てどっか行くあてでもあるのかよ。じゃあ私と一緒に地獄の底までついてきてくれる？お前は学園都市最強のレベル5といえば誰でしょう。僕たち魔術師だ。もういいでしょう。あなたが彼女にそこまでする理由はないはずです。私たちは住み分けすべきなの。魔術師は魔術師の、科学者は科学者の。そんな力があれば誰だって何だって守れるのに、何だって誰だって救えるのに、なんでそんなことしかできねえんだよ。半端な気持ちで人の願いを踏みにじってんじゃないわよ。そんなに自分の力を信じているならやってみよう。ヒーロー気取りのミュータントが。いいぜ、てめえが何でも思い通りにできるってんなら、そのふざけた幻想をぶち殺す。